新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店への時短要請は、当初昨日までの予定でしたが、今月末まで延長されました。金沢市では酒類の提供を午後7時までとし、午後8時には営業を終えるよう求められています。金沢市以外の市と町では酒類の提供が午後8時まで、そして営業時間は午後9時までです。このようにこれまでより厳しい時短要請が始まった金沢市、繁華街の様子を北村記者に伝えてもらいます。北村さん。はい、金沢市木倉町です。今日から金沢市内の飲食店では営業時間が1時間短縮され、そして今からおよそ45分後には酒類の提供時間も終了となります。そしてこちらの通りなんですけれども、多くの飲食店が立ち並んでいますが、ご覧のように普段よりも人出はまばらです。さらに今日から休業をしているような店舗も多く見受けられます。一方でですね、こちらにあるスペイン料理店アロスなんですけれども、こちらは今日も営業しているんですが、営業の開始時間、昨日までは午後5時から営業を開始していましたが、今日からは集客のために午後2時から営業を開始することに時間を早める対応を取りました。本来であれば客足が伸びる夜間の時間帯に営業ができなくなったことに不安が残ります。もうただの飲食店いじめでしか考えないような気持ちもないわけでもないわけであって、これが例えばどれだけ続けばどうなるのかとか、さらにいろんなところからお金を調達して、お店をやっていくのが正解なのか、もしくは、まあその前に決断をして、やめてしまえばいいのか、今瀬戸際というかもう崖から落ちてますね。これまでより厳しい時短要請が始まった金沢市、今月末まで我慢の期間が続きます。